皆さんどうもこんにちは。今回はこちらのリクエストを募集していて、今回リクエストを返していきたいと思います。ワンディー&ユッポンです。今回のリクエストは、かなり飛ぶんですけど、こちらのルルさんからのリクエストで、透明の卵で遊んでみてってことで、これから遊んでいきたいと思います。はい、じゃあそれではね、透明の卵はこちらなんですけど、スクイーズです。はい、それではこちらのね、透明の卵で遊んでいきたいと思います。多分スクイーズ紹介でこちらで遊んでほしいって場合がありましたら、遊んでくださいってリクエストお願いしますって私言ってたので、多分そちらのリクエストが多分来たんだと思いますね。じゃあそれでは遊んでいきます。これめっちゃ柔らかいんですよ。なんかみんなトマトの応援が柔らかいとか言ってたんですけど、私はこっちの方が柔らかいですね。これの方がめっちゃブルルルルルルルいってます。こんな感じです。でこれ伸びます。こんな感じに伸びますね。これで黄身がとってもプニプニしてます。はい、こんな感じです。とにかくめっちゃ気持ちいいんですよ。でこう見ると結構なんか汚ねーと思うんですけど、でもこうやるとめっちゃ綺麗なんですよ。当たり前かな。はい、とっても気持ちいいです。これで、これ卵の皮ですね。はい、ぜひこれ購入、あ、ちょっと待ってください。あ、いいんだ。はい、こちらこんな感じに透明だし、とっても綺麗ですね。これガチャガチャの卵のやつよりも多分気持ちいいと思いますね。多分袋の中でやるとこんな感じに、まあ、袋の中の方が気持ちいいと思います。おすすめしますね、袋の中でプニプニ。はい、ということで今回の紹介は、透明な卵で遊んでみてっていうリクエストの答えをしました。ぜひ皆さんもこちらね、持っている方遊んでみてください。それではバイバーイ。